だよ。遅くなっちゃった、始めるの。ごめんね。4分ぐらい遅刻しちゃった。ごめん。エロしてた。わかる。おはよう。おはようございます。皆さん。20% ぐらいだと思ってた。いや、この時間に動けないとお仕事間に合う、お仕事っていうか普通に間に合わないんですよ、時間に。週が間に合わないから、さすがに配信がなくても起きないといけなかったから。で、起きないと逆にやばい。5時5時1回起きたけど、アラーム何個かセットしてて10分に起きた。結局5時10分。私の後は入ってすぐ寝ると、私の後は練習して、ちょっとだけ練習して、全部入ってない。ちょっとだけ練習して覚えてた。準備、あ、出る準備で、もうまだ終わってないんだよね。配信終わって全部終わらせる。終わってないの。先月さ、なんだっけ、プレゼントの開封配信した時にさ、いただいたプレゼントの一個さ、言うの忘れちゃったやつがあってさ、別の場所に置いてて持ってくるわ、それだけ。ちょっと忘れてた、自分が別の場所に置いたことを。自分が別の場所に置いたことを忘れてた。ゲームのソフト、ゲームのソフト、これ一個ありがとうございます。これね、普通に忘れてた、自分間違ったとこ行ってた。脳トレありがとう、今度しよう。まだ開けてない、今度します。言おうと思ってたんだけどさ、ショールームで毎回するとき忘れてた。やっとやっと。全然起きって感じの声じゃない、寝起きじゃないもんだって。起きたの1時間ぐらい前だから。寝起きじゃないからね。すごい、あ、食べた、さっき食べた、なんかパン食べた。
パンとカフェオレ。なんか最近牛乳をなんかさ、いつもさ、なんだっけ、うちのやつ無調整の牛乳いつも飲んでるんだけどさ、そう、お母さんがそれがなんか好きらしくて飲んでるんだけど、ずっとそれ飲んでだったんだけど、なんか低脂肪のやつをさしかなくて売ってなくて、それ今飲んでるんだけどさ、なんかめっちゃ味薄く感じるずっと無調整のやつ飲んでたからか、めっちゃ薄く感じる。低脂肪のやつだね。低脂肪無調整の方が好きだ薄い、なんか色も違う、牛乳の色もなんか半透明みたいな、なんていうの、ちょっとなんか真っ白って感じじゃない牛乳の色が。普通の無調整真っ白なやつだけど、低脂肪のやつ初めて飲んだ。低脂肪のなんか色が違う。無調整の方が好きいや別に変わんないでしょって思ってたの、ずっとお母さんがそう言うけど、普通に変わんないでしょって思ってたらだいぶ違った知らなかった、飲んだことなかったからさ、うん、そう、なんか薄い、今まで多分ずっと普通のやつ飲んでたからさ、めっちゃ飲んでたからかと余計薄く感じる。カフェオレにしていつも飲むんだけど、コーヒーでコーヒーと割ってさ、薄い牛乳何かのキャラ無調整は絶対美味しい。ね、確かに無調整の方が美味しい。無調整の方が私は好き。私も無調整の方が好きっていう人もいそうだけど、私は無調整の牛乳の方が好きだな。コーヒー濃いめ、いや逆、牛乳多めだね。コーヒー、あ、どういうこと？コーヒー濃いめ？あ、何、え、コーヒーペットボトルのやつ、なんていうの、粉のやつじゃない、インスタントのやつじゃない。今日夜も配信できた、夜間に合えばかな、配信の時間があったらするかな。微妙だから今やってる微妙だなと思って、切れたんだから夜打ち上げたので、打ち上げはないですよ、ない。明日もコンサートあるし、打ち上げはさすがにしない、多分しないだろうけど、そもそもまあ今あれだからね、できないからしないです最近。
してないですね。だから今日は絶もしできる状況だとしても絶対にないから、次の日があるから、さすがにさすがに1日ごとに打ち上げはしないなんかまだ20分ぐらいしようかなと思ってるんだよね。15分ぐらいから始めたよね。35分ランキングかな。やばいかな時間、私間に合うかな、言う出る時間35分、30分でもいい？30分ランキングなんだろう。ちょっと怖いから30分にしても、明日の配信は、そうだね、今日のコンサートが終わってから考えるから時間次第です。でも明日はこんなに早くしないと思うけどな。明日はもうちょっと遅いとできると思うけど、わかんないや、明日のあれちょっとわかんない、まだ。今日の帰り着く時間によるかもしれない。明日夜やるとか、それは朝やるか夜やるかは今日の帰り着く時間によるなって感じ。それがあって決めるねまた後で言うね。今日夜に配信できたら明日も夜できるだろうけど、同じだからさ、開演時間とか、まあいけるだろう。ちょっとギリギリだったら危ないから明日朝するかもしれない今回19時開演から開演だから普段より終わる時間が遅いと思うか。確かに19時開演、確かにいつもよりちょっと遅いのか。そうかあれちょっと遅いのか。今日そこまで高速、明日も早起きですね。明日もリハーサルやってからの高速だからね。その前の準備とかもあるし、メイクとか、だから結局朝かな、朝か夜かのせいしかない多分やるとしたら。メール送れるでしょ、メール送れると思うよ。19時でしょ、いけるでしょ。現地集合、そんな集合場所言わないですよ言わないよやばいでしょ。ここ集合だよとか言わないよ言わない現地でも現地じゃなくても言わないよ
ちょっとでランキングと、あや、あっという間すぎる。なんかイベントの時のさ、カウント枠みたいな。ショールームのイベントの時の、あ、30分ありがとう。ランキングも13位から読んでいきます。13位、たっしーベビースターマンさん、ありがとうございます。12位、スーパーベベモンさん、ありがとうございます。11位、ひのにゃんまるさん、ありがとうございます。10位、井上よしひろさん、ありがとうございます。9位、ムムさん、ありがとうございます。8位、ハマーさん、ありがとうございます。7位、カズさん、ありがとうございます。6位、トシノリさん、ありがとうございます。5位、 WY のトマーク影の守護神さん、ありがとうございます。4位、正宗さん、ありがとうございます。3位、ラスカールさん、ありがとうございます。2位、ニャーコさん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ちょっと短かったんですけど、ありがとう。じゃあ夜は時間があれば、もし間に合えばしますね。で、明日の配信はちょっと今日の夜の配信できるか、間に合うか間に合わないかによって決めたいと思います。なのでまた後で言います、明日の今日の夜とかに。じゃあぜひ今日のコンサートに来てくださる方は少し早めに来てくださると嬉しいです。ぜひ今日は前座をするので、前座にも出るので、私がに来てください。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ちょっと出る準備します。じゃあありがとうございました。バイバイ、またね。